写真。これなんか順番みたいなのがあるんかな。ないない、なんか変な音する。出るわ。エレベーター欲しいね。よいしょ。いつもなんか天気悪いよね。なんかね。雨降ってんのかな。この人、猛スピードのお姉さん。なんなんこの人、マジで。ビビる。怖いね。裸やん。裸やん。怖いね。なんなん怖すぎん？ちょっと行くわ、仕事行くわ。なんか見てんな、誰かが。おお、誰か見てましたよって感じか。ああ、着いた着いた。着いて先輩にとりあえず会いに行きましょう。先輩、今日は遅刻？え、先輩おらんやん。え、先輩おった？さっき。あ、おっと、おるおる。なんや。今日は初の閉店までのシフトだな。夜は変なお客さんとか来るんですか？まあたまにいるよ。そんなことより仕事に集中しろ。やることはいっぱいあるんだから。実は私、ストーカーに追われて、お、ん？ストーカーに遭ってるかもしれなくて怖いんです。ははは、誰もお前なんか興味ねえよ。 なんかあったら俺が助けてやる。いいじゃない、先輩。でも帰るんでしょ、あなた。速攻で。なんなん？助けろよ。ということで、バイトしましょう。誰か来るかな？あ、来た来た来た。うわ、めっちゃ来たー。JK めっちゃ来たー。ごめん、トイレ行ってくるわ。キャラメル頼んどいて。OK。私はシナモンロールとチュロスとコーヒー。ホイップ追加で。そんなに食べれる？別腹ってやつですね。一緒でいいよ。私は抹茶風クリームフラペチーノと。あ、今寒いよ。死ぬよ。時期が。ええやん。キャラメルマキアートね。フラペチーノ？どっち？死なないよと。それはあんただけ。いい。決めて。まあそうなるよな。キャラメルマキアート、ホットがいいんじゃない？ホットで行こうよ。よし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 。お待たせ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。ちょ、待って、写真があんねんな。これ何よ。うわ、来た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 。お兄さん来たけど。あ、お兄さん。そういうの好き？タンブラーとか好きな感じ？いいですね。今日一緒にバス乗ってたおっさんめっちゃキモくなかった。 あ、あれね、なんかやばい人。あ、ちょっと待ってよ。お兄さん来た。おっさん来た。おっさん、お兄さん、お兄さん、おっさん。ラテを一つ。
370円、10円玉が4、5、6、7枚と、あと100円。お、お、落ち着け、落ち着け。無理ですね。なんで？え？めっちゃええやつやん。めっちゃ嫌いええやつ。お姉さんって霊感ある？いやいやいや、ない。それならいいんだ。何その、なんかちょっとお姉さん、僕じゃない、俺バニララテね。てかお姉さん一人っすか。いいっすね、気楽で。どういう意味。はい、おっちゃん、次。はいはい、お兄さんの分ね。はい、いってらっしゃい。オッケーオッケー。いい人ですね、あの、アキラくんね。ちょっと、うん、なんか、ちょっと微妙やったけどね。テーブルを拭く。あ、終わり？終わりましたね、今日もバイトが。テーブルを拭きますよ。拭きましょう、テーブル。今日もだいぶ汚していただいた、あの JK、ほんま。あいつら絶対あいつらやろ。捨てて帰れて、そんな一人2本ずつぐらい行ってるやん。はい、んで次、またあの席、この席人気ですね。はい、オッケー。もう一箇所どっか、あ、これか。オッケー。はい、今日も終わりです。うわ、なんか音するわ、なんかめっちゃ音する。なになになに、こっちょっと小さい、こっちほど音でかいかな、こっちか。なんや、あ、これか。はい。監視カメラ誰かいるね。めっちゃ見てんな。どうする？これ雑巾じゃちょっと相手ならんくない？ちょっと一回雑巾返すわ。ちょっとほうき持つわ。戦えるようにしとこう。何してんねん、あいつマジで。いいんかね、行って。どこっけ、あれ、こっちっけ。いなくない？不気味な文章。初めて会った日、そう、あのチラズで、彼女は僕に笑いかけてくれた。チリの花のように。彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日はいつものように周りを照らしているんだろうか。終わり？今日も。終わってる。今日も終わってる。12月5日。なんでしょうね、これは。うん、牛乳と写真になんかドライバーみたいな刺さってんな。え、あ、誰か来た？これやばそうですね。誰か来たよ。あ、見えんのかな。あ、ちょっと待って待って、はい。彼女のことは一番よく知っているのは僕。お母様やお父様の次にかもしれないけれど、そのうち本当に一番になるよ。彼女から話しかけてくれた。僕の携帯を拾ってわざわざ私に来てくれた。やっぱり僕と同じ気持ちだったんだね。僕たち両思い。
今日は付き合った記念日になる。これやばいぞ。これやばいぞ。あ、やばいぞこれ。やばいぞ。どうすんや。演歌出て。出るしかないよな。大丈夫？もうさっきみたいな高速お母さんが出てくる可能性があるからな。もうちょっと怖い。ちょっと怖いって。出てくるか分からんからな。ここやろな。もうここしかないよな。来い。来ない。どこで出てくる。走れ走れ走れ。え、こっち行けるようになってる。こっち行けるようになってるやん。なんで。入れんよな。やっぱこっちかな。今んとこ何にもいないけど、端っこまで行くわ。こっから後ろはもう壁やから安心していくよこれ。とりあえず車まで来たよ。ちょっと待ってよ。ちょっとこっちまで見るわ。こっから覗いてたもんね。いやいやいや、怖い怖い怖い。なんもない。マジ？なんもねえの？なんなん？なんもない。え？車が使えない。バスに乗るしかない。これバスに乗るとか酔う場合じゃなくない？これね、やばいよね。いやー、バス乗ってる場合ちゃうぞ。バイト行く場合じゃないよ。直した方がいいけど、まあちょっとバス乗ろうか。バスどこ？どうやったらバス乗れんの？あ、バスって書いてある。さっきバスって書いてなかったよね。こんなとこにバス乗り場ある？ちょっと、え、こっちかな。あ、え、あ、あれか。バス停か、これか。これバス停だよな。これね、バスを待つ。いやー、あ、乗ってる乗ってる。あ、オッケーオッケー、乗ってる乗ってる。見れるんだね、周りがね。後ろまでは見えないと。え？あ、おっちゃんが、おっちゃんが乗ってきた。はいはい。なんか信用みたいなのがする。なに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 、なんかこっち見てん。なんなん、なんでこっち見たん。え、いやいやいや、ええ、なに、めっちゃ耳鳴りみたいなしてる。何？バス行ってもうた。こっちかな。あ、ここだね。え、めっちゃ耳鳴り。あ、治った。
自分の車に似たようなのあるね。よな。なんでここあんの。入れんし。ちょっと先輩。先輩おる？先輩すいません。お疲れ様です。先輩、こんにちは。あれ？今日先輩いない？いや、おるっぽいな。先輩。いや、ちょっとさ、携帯持ってた方がいいよね。え、先輩どこ？先輩いなくない？先輩どこです？先輩お疲れ様です。どこですか？あれ？先輩トイレですか？先輩トイレっすね。あっ！おい、何？こっちがびっくりするて。こんにちは。お疲れっす。一人でして？よ、トイレは一人でしてよ。いやいやいや、先輩こっちがビビるってそんな。はい、OK です。はい、お、早速でっかい人来ましたね。こんにちは。いらっしゃい。あ、え、注文は？注文はいいの？そんなあれよ、注文取りに行くスタイルじゃないよ。こう来てくれんと。はい、ここだよ。何？客待たせてる。待たせてねえよ。勝手に待ってんだよ。ああ、ドライブスルーね。先言ってよ。はい。はい、いってらっしゃい。気をつけてね。オッケー。で、客待たしてる。また来た？来てないじゃん。待ってる？君、ほんまに。あ、来た。マダム来たい。マダムが今度は。はい、こんにちは。抹茶ラテ一つ、あとこのワッフル一つ。抹茶ラテとワッフル。私いつもこの二つなの。へえ。ありがとうね、いつも。息子も好きでね。あなた一人かしら。よかったらこれをあげるわ。魔除けの石付きブレスレットらしいの。持っておくといい。へえ、通販で買ったのね。ありがとう、ありがとう。便利よ。あら、私ったら。はい、じゃあね。ちょっと待ってね。これ持っときまーす。いただきまーす。はい。はい。いってらっしゃい。ちょっと待って、牛乳一回捨てる。いっぱい持ってる。ありがとうねー。オッケー。平和ですね、今日も。でも今日ドライブスルー来たからな。開けれるんやけど。閉めときましょう、寒そうなんで。客が待ってるらしいんで、あ、来たね。待っときますよ。定位置で。はい、はい、いらっしゃい。変な歩き方のお姉さん、いらっしゃい。はいはい。アイドル。めっちゃ可愛いっすね。もしかしてアイドルとかされてます？してません。もったいない。すみません、のげしかと思って。なんでもな、え、でもなんか生かした方が絶対いいですよ。で、私の事務所紹介しましょうか。連絡先教えてくださいよ。いや、いい、そんな言ってくれるんだったらね、やってみたいのね。ソルテッドキャラメルもか。ごめん、二締め出なかった。アイドルの人お待たせー。うん。
じゃあね、はい、頑張ってね。歩き方は直した方がいいよ、アイドルなら。あれしちゃダメよね。はいはい、とりあえずこなしていったけど、まだお客さんが来てるよと。どっかに来るんかな。お、来た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 、おじさん来ました。寒ない、まず動き陽キャだね。おい豆太郎、チャース今日も暑いね。フラペキャラメルフラペチーノ一つね。そりゃそうよね、他のお客さんいないけど。まあ服着て、どうする、どうする、選択肢あって、もう法律的にダメだよっていう、やばいよっていうか、ちょっと心配した感じで言うかっていう。でもさ、この心配した感じで言ってストーカーみたいなのが増えてるから、もうちょ結構きつめに行くわ。はい、おーおお、お姉さん俺だと詳しいんだ。でも僕男だよ、上だけなら大丈夫じゃない。どうしようか、刑法第174条かどうか知らないけども、こっちの方がなんかちょっときつくない？こっちにするわ。警察官なら帰ろうかな、また来るね。はいはいはい、これはね、ありがとうございましたのがいいと思うんで、ありがとうございました、ありがとうね。靴も履け、ほんま寒いやろ絶対。なんなんマジ。あ、オッケーオッケー、今日、あ、今日も終わり。トイレ掃除してゴミを出す。はいはいはい、まずちょっとゴミ出そう。ゴミを一回出して、はいはいはい、ゴミ、うっ音でかいってパターンとか。はい、でトイレの掃除をしに行きますけど、これがいるよね。はいはい、トイレの掃除をしますよっと。はい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 、どういう汚し方やねん。 OK、 ん、あ、トイレットペーパーがなくなっている。トイレットペーパーね、待って待って、どこあるっけ、トイレットペーパー。こんなかあったねえよな。ロッカーなんか入ってないやろし。あ、あった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 。マリロールかな、シングルなんや。ダブルのが好きやね。はいよ。オッケー、トイレ掃除終わり。おいおいおい、怖いって、なになに、なにこの色マジで。ん、おー、なんか来たなんか来たなんか来た、はい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 、ラテ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 、なに、ラテはコーヒーにスチームミルクやな。絶対あれやろ、時間制限よな、あの文字ね。扉開けたまま行くわ。はい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 、お疲れお疲れお疲れ。まだあるまだある、ラテラテばっかり。ラテ何個頼むの、これ間に合わんくないか。
なんで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 、ミルク入れてない、ミルク入れてない、やべ、これはやべえぞ、やらかしたぞ、はい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 、これやべえぞ、はい、くそ、あー、これダメだったっぽいよな。え？嘘。ラテ地獄失敗？どうしたり？もうなんか起きるって、もう、もうなんか起きるって、出れんって。もう何？どうしたらいい？開けんな開けんな、怖い怖い、もうこっち開けれるんやな、もう何何、僕携帯なくなってる、ブレーカーつけたらええんか、ブレーカーか、ブレーカーか、ブレーカーつかへん、もう扉まかへん、なんや、何、どうなってる、今今どこ向いてる、うわつかん、ええここやったよな、どういうこと、は、マジで意味わからへん、え、どこも開けれんし、どこも行けれんくなったんやけど、ブレーカーもつかんし、てかブレーカー切れてないし、は？いや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 、ここに来て意味わからんって、どういうこと？マジ？いや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 、え、あ、は、誰かおったな、これが主人公かな、見てんな誰か、うわ、あ、え、あ、家ですね、普通にね、ん、え、特に変わってないよ、なん、普通やな、雪か、雪よね、雪か、はいはい、特に足音聞こえるよな、自分の足音か、いない、いない
車あるね。車乗れるかな。車仕事行く？この状況でも仕事行くの？メンタル強っ。あ、今度無事に巣に着いたの。誰かいんのかな。先輩サボってるやろ絶対。いつもおらんやん。待ってよ待ってよ、ここにおってんな誰か多分。あ、ここにも扉があるんか。先輩は？先輩、あれ、なに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 、なんか変な音鳴りましたよ。あ、あのおっちゃんやね。こんにちは。探偵のおっちゃんか。なんかあると思った。よくぞ連絡してくれた。連絡したんだね。警察呼んでも無駄だ。あいつらは面倒ごと嫌う。適当にあしらわれの持ちだ。だから私のような人間が必要になる。探偵がちょっと店の周り見てくるよ。頼むわおっちゃん、マジで探偵のおっちゃん頼むって。お姉さんが来たよ。お姉さん来るよ。客待たせてるってことになってるね。お姉さん、お姉さんがいっぱい。お姉さんこんにちは。ここのソルテッドキャラメルモカすっごい美味しいんです。先輩絶対気に入ると思います。うん、ダークモカチップチしないんでしょうね。いつも飲んでるからね。今日も一回飲んだ。むっちゃ好きやん。今日って撮影かなんかの日なんですか。このチラズ特集されるとか。なんで。でもカメラ撮ってる人いたんですけど。この店撮ってたんですか。どっちかというと店というより店員さんみたい。おお、もっと素敵な感じにしてくればよかった。おごってくれるんですね。引きこもってた息子が学校に来るって。おお、いいね。いいこといいこと。いつもギャーって笑って。それ大丈夫？ BGM 変えた方がいいね、これね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。じゃあねー。ありがとうねー。いや、こなせるんはいいんだけど、難しいね。やっぱフラペチーノとか。あれ系は。探偵さんが、頑張ってくれてるんだと思うんだけど。ん？あれとか箇所があったっけ。まあいいか、まあいいわ。あ、やべ、お客さん来てる、お客さん来てるよ。はいはいはい、待って。あ、来た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 。あ、あいつやん、あいつやん。もう出してんのか。早いね。はいはい、お待たせしましたよ。あのお姉さん、あの人ね。はい、ありがとうね。ありがとうありがとう。お、やってきましたね、おばさん。こんにちは。マチコ、マチコ何も喋れ。ごめんごめん。いつもの、待って、いつものは何？めっちゃ頼むやん、いつもの。ソルテッドキャラメルモカ。マジか。はい、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 はい。はーい。ね、はいね、何？こんな時間に店のアンテナ修理？してないけどね。どうして？屋上に誰かいるの見た。マジ？屋根の上誰もいないよ。マネージャーに電話ね。いや、それはいいね。よね。
ゾッとするよな。またお客さん来るね、これね。でもアンテナ屋根、はしごを使って屋上を確認する。あ、だからここのはしごがあったんか。これ持って行って屋上を確認する。どうやって登るんだろうね。あ、ここ、はい、登る。はい、あ、こんな感じなんや。レンガみたいなのがあって、で、これか、これ何、降りる、まあ、降りるしかねえよな。降りるか。はい、降りたよ。何ここ、めっちゃ段ボールあるやん。コーヒー、え、雪、雪なの、ミルク、あ、あの部屋じゃん。え、なになに、どういうこと。店を閉める、なになに、どういうこと、どういうこと、なに、店を閉めるって、製品スキャナー、ね、製品スキャナーって何。いや、これもしかして、これ、これやばいね。で、店を閉めるよ。よしよしよし。あ、待って、賞味期限の食べ物めっちゃある。捨てなあかんねんとか、多分これ捨てたか。はい、はい、違う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 、焦るな焦るな、俺別に時間制限はない、焦るんだ。これ捨てたら終わりじゃん。はい、看板をクローズにする、これやろ。はい、おーい、なになになに、ちょ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 、なに、どうしたり、どうしたり、どうしたり、どうしたらいい、どうしたらいいの。本気で戦うよ。いねえじゃん、いねえじゃん。ちょっと
あの部屋なの？この部屋ないな。ここおるんちゃう？ドライバー取れるんや。出るよ。車までダッシュ。たんですけど、絶対バッドエンドやな。むず。正解の道がなんかあるんでしょうね。助かる道が。やっぱそのあのモカラッシュを逃したからかな。いやでもモカラッシュ耐えたからといってなんか。難しいね。まあでもなんかこの急にこう出てくる感じがちょっと怖かったですね。いやーまあでもちょっと面白かったのは面白かったんで、またこういうゲームがあったらやろうかなと思います。ではね、また次のゲームで。バイバーイ。